皆さんこんにちは。ピアノ教室ドルチェの大宮咲子です。今日は学語、音楽用語についてお話ししたいと思います。学語は小学校の時から音楽の教科書に出てきます。一番最初に出てくるのはフォルテ、ピアノ、クレシェンドなどですね。中学になりますとアレグロ、モデラート、アンダンテなど速度表示をかなり覚えなければなりません。私自身も音楽高校に通っている時に楽天書の学語のところをカッターナイフで切り取って通学電車の中で覚えたのは良い思い出となっております。でも本当は学語は丸暗記するものではなく、曲奏と一緒に曲奏と一体となって覚えていくのが理想だと思います。そして曲のイメージと一緒に覚えていった方が覚えるのもずっと楽です。それともう一つのポイントは、学語はとにかく声に出して読んでみることです。語学系の言葉は声に出して喋ってみないとなかなか覚えられません。それではちょっと弾きながら言葉のイメージを感じてみましょう。3番アレグロノントロッポ、早くしかし甚だしくなく。5番ビバーチェジョコーソ、早く楽しげに。16番モルトビバーチェエネルジーコ、極めて速く精力的に。力強い感じがしますね。20番アレグロピアチェボーレ、楽しげな感じがします。皆さんいかがでしたでしょうか。ゼルニー30番は、難しい学語はほとんどありません。基本的な学語ばかりです。練習曲とはいえ、曲奏を十分表現しながら学語を一つ一つ覚えていくのにぴったりな教材だと思います。十分曲の感じを出しながら弾いて学語を一緒に覚えていってくださいね。それでは皆さん、さようなら。動画を最後までご覧くださいましてありがとうございました。よかった、参考になったと思っていただけましたら、いいねボタンをぜひよろしくお願いいたします。また気に入ってくださった方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。動画の下の概要欄には私の Twitter、 ブログ、 LINE 公式アカウント、 Instagram、 ホームページの URL が書いてあります。ご訪問いただけると嬉しいです。体験レッスンをご希望の方は LINE 公式アカウントのお友達登録をしていただき、スタンプを一つ送ってください。それでは皆さん、さようなら。